こんにちは、ホトケのジーダスです。週刊ホトケのジーダス、今日も見てくれてありがとうございます。今日はですね、先週の続きですね。ちょっと、先週がブルースバッキングが劇的には、変わる技簡単解説2023年版っていうのをやったんですけども、それのちょっとした応用の話をちょっとさせてもらえればなという感じなんですけども、だから先週見てなくてで、これを見ちゃった方はすいません、先週見てください。先週の概要欄で貼っておきます。まずそちらで復習していただいてから今日見るとより面白いのかなと思います。で、何を今日は話すかというと、ギターソロですね。ソロ部門ギターソロ、まあマイナーペンタトニックスケールっていうのがある程度皆さんちょっとああこれねって言って、こう縦に F 系の形でこう見るやつあるじゃないですか。これ E のマイナーペンタトニックスケールなんですけども、これはまあ分かってるけど、なかなかこういう目線だけしか持てないっていう方が、でも指板こうあって、まあだからバッキング、先週のバッキングと一緒なんですよ。この E の3コードで、まあブルースなんで E の3コードで E でやりますけど、まあ、ここだけで、このここだけで、これも間違いじゃないけど、指板全域を使ったらもっと良くなるっていう話を先週して、D7 系の D7 系の A7 系ので、オクターブの F 系の1弦3弦、1、2弦3弦いや、ここもそうですねとか、こういうのを使ってって、バッキングもやる。こんな感じで、いろいろやれて、今のでももう十分ソロっぽくなってるような気がするんですけど、まあ僕がやってるのはもう弾き語りそうなので、エレキみたいにギュン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 って弾きまくるんじゃなくて、バッキングしながらいろんなところでソロが取れるようになったら、めちゃめちゃ弾き語りでもかっこよくなるっていう、まあ前提がそんな話なのかなと思うんですけども、要は各ポジション、今言った各ポジション、そこからマイナーペンタトニックが弾けるようになれば、もうめちゃめちゃ良くなるんですよ。これです。今日言いたいのはこれなんですよ。まず、いいですね。まあ、これで。こんな。で、このまま、D7 系の、ここってやつ。D7 系のやつ。先週やったやつですよ。で、ここに流れてて、2弦の5フレットが E のルートなので。これがマイナーペンタトニック。で、この E 系の押さえ方のローコードのこっちのこっちにも流れていくっていう、ポジションがこことここでバッキングした時に、それぞれそこである程度のペンタトニックスケールが見えてれば、マイナーペンタが連続してこっちに行ってこっちに行ってつなげられて、しかもワンワンを使えるじゃないですか、バッキングの。こういう感じで、ここだけでも今2つやったんですけども、なおかつこの D7 系に僕流れていくのも好きで、ここの D7 からで、ローコードのペタッこういう、で、ここの A7 系のここのこれですね、ここ、こういった時で、この F 系の押さえ方、こういう風に、全域でペンタトニックが弾けるようになれば、まずそれだけでバッキングしながらいろんなところで、それバッキングプラス、ソロっぽいものもできて、すごくかっこよくなるんじゃないかなっていう話なんです。ちょっとやってみます。まず E です。これこんな感じで、ちょっと今いろいろ怪しいところもありましたけども、ありましたけども、いろいろバッキングをやりながら、いろんなところで弾ける
ける弾けるんじゃないかなという先週のあの動画に対して、付け出しでした。もちろん A にした時の A のバッキングで、それでもいろんなところでペンタトニックが弾けるようになったりするとすごく、でその各ポジション各ポジションで、なんて言うんでしょうね、こう A に行ったらこのこうこれぐらい覚えときゃいいんですよで、とか、そうですね、D、こっちに行ったらとかこういう風に各バッキングの選手やったバッキングのポジションからあの前後ちょうどルートの音からこう外ずつ流れていって次のバッキングポジションに行けるぐらいまでのペンタトニックスケールの流れを作っておけばどん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 あの流れていくんですよね。そういう感じで作っていけばいいんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっと時間かかるかもですけど、よかったらぜひチャレンジしてみてください。というわけで、今日も見てくれてありがとうございました。大事なこと言うの忘れてた。3月21日に私のニューアルバムが出たので、あれですね。概要欄にあの貼っておきます。よかったらぜひ聞いてみて、あの全部聞けるんで聞いてみてやってください。で、6月3日、いよいよですね。大阪京橋ハイファイブさんで、なんと入場料無料で、投げ銭できるんですけども、要はワンオーダーぐらいですね。で、私、1時間ぐらいのですね、ライブを、やらさせていただきますので、関西方面の方、よかったらぜひ見に来てください。あと CD も通販もできます。この間、香川の方が買ってくれたよって、通販の方が来てくれて、ありがとうございます。皆さん、いろんなところで買ってくれてですね、嬉しい余裕でございます。というわけで、今週も見てくれてありがとうございました。ではまた。